今回は麻婆ニラ玉もやしの作り方を紹介します。たっぷりのニラの入った麻婆に卵を絡めたあんを炒めたもやしの上にかけた料理です。それでは作っていきましょう。材料はもやし1袋、卵1個、ニラ2分の1束、豚ひき肉 80g、 にんにく生姜みじん切り各大さじ1です。よく温めた鍋に大さじ1の油を入れます。油を鍋になじましたらもやしを入れ炒めていきます。塩を小さじ1入れます。味の素を少量入れます。胡椒を振りかけます。もやしはシャキシャキ感を残しておくので30秒程度炒めるだけです。香り付けのため紹興酒または酒を大さじ1入れます。余分な水分を飛ばすように軽く炒めたら OK です。それを皿の上に乗せておきます。このようにもやしがまだまっすぐしていてシャキッとした状態が理想です。そうしたら鍋はそのままで油を大さじ1入れます。豚ひき肉を入れ炒めていきます。硬いところが完全に見えなくなるまでしっかりと炒めていきます。このくらいまで炒めたら豆板醤を小さじ1強入れます。それを油になじませるように炒めていきます。にんにく生姜を入れ炒めます。薬味の香りが上がってきたら紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油を大さじ 1.5 入れます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものをたっぷり入れます。ニラを入れます。砂糖を小さじ1と味の素を少量入れます。水溶き片栗粉を大さじ 1.5 入れとろみをつけます。卵を回し入れ、お玉で混ぜながらあんと絡めていきます。最後にごま油を少量入れ、香りをつけます。炒めたもやしの上にあんをかけていきます。これで麻婆ニラ玉もやしの完成です。安い材料だけで作れるのでよかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。